시도 간 なぜ私が歌おう。まあ、良いでしょう。声量が合っていないわね。ふんふんふん。引きこもりは 草むしりのような単純作業が大得意ですからね。それに植物にも意外です。終わりました。得たものがあったわね。これが指導の成果ですか。なるほど。わか。 理解が深まると嬉しいわね。 ちょうどよかった。騎士団から連絡。騎士団が盗賊どもを追い詰めたそうです。よし、腕が鳴るぜ。極悪非道な盗賊、俺がやっつける。カスパル、突っ張。大丈夫よ、ベル。敵戦力の分析もなしに、まあ実際のところはやってみな。適当、いけません。おしゃべりはそこまでよ。
これで新たな道が開けた。報告？コアッパどもを引き連れての戦い、時を巻き戻す力、お主にも。
ここが赤き谷。盗賊団は谷の奥へ追い込まれ。くそ、騎士団。お頭。バカ野郎。先生、西側に裏道があると聞いたわよ。うまく進軍できれば何にしろ。私の力見せてあげる。焦らず戦おう。戦いの空気苦手だ。舞台に上がるより緊張するわね。我が名はフェルディナント・フォン・エーギル。おっしゃ、行くぜ。先生、奇襲有利思います。引きこもっていたい人生だったのに。行きますか。なる者の力見たか。やめ、そんな。障害解除です。さあ、戦果一つ上がりました。その調子だ。人、獣か。
俺はまだまだ。いい勝負ができた。油断はするなよ。力も実力のうちだぜ。あれ？これが本物のと。ありがとう。このお宝は俺たちが手に。
これが私の力よ。少し心が痛む。見せました。鍛錬の敵ではない。
まだ未知。我が敵ではない。
できないな。なるものは習得。エーデルガルト様のためにも掃除しておきましょう。シキ、お疲れ様。それにしてもこのた。それよりもこの谷じゃ。わしの知る限り、お主がここを訪れたことはないがな。この谷にか？
一度来たら忘れられそうにない場所じゃが、やはり分からぬな。名前以外のことはさっぱり思い出せぬ。ただ懐かし、もしわしがここにいたというのなら、わし先生、こんなところにいたのね。そろそろ大修道院に戻りましょう。行かねばならぬな。さて、お主にはか知らぬわ。ただそうせねばならぬ気がしただけじゃ。それはともかく、お主そろそろわしが何転んでおらぬと。先生、帰り際に赤き谷を眺めていたけれど、そうよね、あなたなら私と同じように感じると思ったの。あの谷には多くのイス帝国のいずれの時、もちろん王国や同盟、谷は帝国成立以前の。先生はあなた、ずいぶん当たり障りのない答えね。そして彼らの残滓も。無事盗賊を討伐できたようですね。彼らの、しかし彼らがなぜ生徒たちを狙ったのか、背後にあるものを調べねばなりません。あなたは生徒たちが無用な心配をしなくて済むように支えとなってあげてください。ええ、あなたには期待していますからね。ところでザナドの様子はどうでしたか。あの谷は太古の昔、女神が降臨された地であるという伝承がある。天上におられる女神にとって地上での仮の住まいがザナドだったのでしょう。かつて聖者セイロスは天上の女神より神ごとを賜り、迷える人々を導きました。女神は常に天上に住まい、ホドラを見守っていてくださるのです。ですが古の時代、女神は自ら地上に降り立ち人々を救済したといいます。全ての聖あるものの母として、全ての心あるものの支えとして。そうですか。教鞭を取るうちにあなたがセイロス教の敬虔な信徒となってくれることを願います。大司教、少しよろしいですか。盗賊の件でお耳に入れたいことが。わかりました。話の続きはまた次の機会に。女神とな、当たり前じゃがわしは会うた記憶はないの。しかしどうにも気になる。ひょっとしたらわしは女神と共にザナドに住んでおったのかもしれぬ。そうすると今のわしは何なのじゃ。幽霊なぞのわけがあろうか、わしは死んでなどおらぬ。こうしてお主と共にあるではないか。わしは心残りのせいで天に登れず、お主について地上をさまよっておると。わしがその世に虚しい存在のはずはない。